ちは。今日はですね、天気もいいので。こんにちは。あ、シールを剥がしたわけじゃないんですね、これ。あれ、シールがない。あれ、シールなくなってる。黄色いシールがないんですけど、あれ、はなんか曲がってたから貼り直してるわけじゃないんですよ、これ皆さん。あれ、おかしいな。ほら、なんかピッカピカですよ、ピッカピカ。あれ、あれ、ここに、あれ、あれ、あれ、ここに、あれ、あれ、あれ、すごいな。いや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 、これリアディフューザー2個ってなかなかね、ね、同じもんですよ。同じもんですよ。すごいな。いやいやいや、ちょっとね、ラインが飽きちゃったんで。ライン剥がせよって感じ。剥がさず新しいの。新しいのを買うっていう。どんだけ、それなのにこれからライン貼ろうとしてるんですよ。そうそうそう、ライン剥がさずに新しいのを買うっていうね。すごいですね。どんだけバブリーな感じなんだって感じなんですけどね。いや、今度は下だけにしましょうかね、じゃあ、ね。そうですね、そうですね。それにしてもこんなに速攻で買えるとは思いませんでした。いや、在庫があったんですね。ね、鈴鹿行ったのって4月4日ですよ。はい。今日まだ4月ですよ。はい。で、いや、なんでですかね。1本目ってどのくらい使ったんですか。2ヶ月くらいじゃないですか。2ヶ月、2月につけたんでしたっけ。そう、それぐらいですね。次の走行会まで気をつけないと。いやいや、次は筑波なんですけど。あ、筑波です。走りになるじゃないですか。いや、筑波はコースアウトするともう壁なんで。もっとひどいことになります。もっとひどいことになりますね。いや、柔らかめにして滑らないようにして。そうそうそうなんですよね。やっぱりね。いや、でも今日天気が超いいよ、ね、良くていいですね。皆さんゴールデンウィークは何するんですかね。本当にその YouTube すごいですね。もうネタがないんで、ね、みんなコメントに僕は何するっつって、あ、東京と兵庫、大阪、東京行くんです、明日から。明日からですよね。今日はまだ OK なんですね。まだ都内の移動はいいですよね。そうですね、だからここだったら奥多摩までは行けますよね。大菩薩のあの県境まで行ってこれますよ。腰が痛くなる作業ですね。いや、全然大丈夫ですけど。あれですよ、なんかもう疲れちゃいましたね、ラインつけるの。はっちゃー、剥がし、剥がし、そうそうそう、なんかなくてもいいんじゃないかと。なんかでもそこあった方がいい気がするな。ここね、あった方がいいですよね。いや、かっこいい車だな、これ。しかし何をこんねん、この低さっぷりがいいなと。そうしよう、やっぱ低いのいいっすよね。タイヤがいいけど、これまでよりちっちゃい気がするな。本当に？ああ、タイヤの外径がね。それはそうかもしれない。マジでだろう。ここだけ別パーツなんだな。止めで止まってるんだ、これ。なるほどね。ちょっと曲がっちゃいましたよ。なんか上がちょっと波打ってますね。はい、ちょっとやり直します。もうそれしかないんですか。テープ、これしかない、うん、足らないかもしれない、ね、
齢に合わせる。直線部分がなかなかね目立ちますからね。人間の目ってね。一発で引っ張って貼るしかないですね。R 尻から R 尻まで。最近土屋さんがさらにカーボン、最近スッチーさんの車がですね、カーボンだらけになって、またここもカーボンって。いやー、カーボンだらけですな。なんかメーター取るとスッキリさせるとか言ってますけど。あ、そうそう。あの、なんだよ。デフィのさ、うん、新しいメーターの。なんかマルチのが出るんですか。こういう、全部ついてる。おー、うん、ディスプレイで。ディスプレイ。それをメーターのところの前に置いて。おー。ウインカーが、ウインカーとかつかないから。あー、まあでもほら、こうやってやるよ。まあ、音はしますから、ね。そう。もう出たんですか。まあ前から出てる。あ、それに変えるんですか。それに変えて、メーターで。じゃあこの5つあるメーターが全部いらないんですか。あ、そうお話です。それ言われです。できました。遠く見たらみんなわかんない。まあ近くで見ない。近くで見ちゃいけないシリーズ。シリーズになっちゃったな。いや、いいんじゃないですかね。いいよね。このテープが邪魔だ。いいじゃん、こういうとだ。いいっすね。ちょっとよれよれ変わって。ちょっとよ。まあいいっすよね。一番奥がまだ腫れてない。一番太。一番根元。左の。左の。左って一番左です。あ、こっち？うん。どうしよう、この、これだけってどう？これだけどうね。これだけでいいよね。もしかしたら。うん。ね。低く見える、この。ね。これだけにしましょう。疲れたから。しばらくはね。あの、あれあります？ね。温める。